なんで馬娘の体重は教えてくれないのだ？に対するみんなの反応。担当の健康管理のためにも、知っておいた方が良いと思うのだ。そらプライバシーよ。スリーサイズはオッケーなんか？まあ見てわかるからオッケーか。怒らないで聞いてくださいね。見たらスリーサイズわかるって何者なんですか？スリーサイズの方が、プライバシー配慮で非公開にすべきではないのだ？第三者には教えられないよ。無論トレーナーは知ってるはず。その身長でその体重はありえねえよ。っていうツッコミの可能性を危惧したんじゃ？そう考えるといい判断やったな。これすごくわかる。事前に察した運営は有能。アイドルの3サイズや体重詐称は基本なのに、テレマスで言われまくったからじゃないかな。石原 D もいたし。今サガットの悪口言った？金曜って馬娘世界では、そのまま制限体重になってるんだろうか。軽すぎると筋肉なさすぎとかツッコミは入りそうだしね。実際体重設定してるポケモンだと、ホエル王とかでかい割に軽すぎて、風船かよってレベルなんだよな。年頃の女の子だぞ。明確な数値設定があると、デブすぎとか細すぎとかいうやつ絶対に出てくるからな。人耳が認識できない文字で現れる、認識災害を起こしてるから見えないだけで、馬娘が見たらちゃんと明確な数字が見えてるよ。トレーナーは見ただけで担当の体重わかるからな。トレーナーになるには見ただけで、馬娘の体重を見抜くスキルが必須なんでしょ。筋力が人の何倍もあることを考えると、嘘食いのミノは見たく、100キロ軽く超えてるんだろうなって勝手に思ってる。滝音曰く、肉体構造は人間と変わらないらしいから、密度がくっそ高くてサラブレッド並みに重い説は違うっぽい。あと琵琶早秀の固有演出だけど、運動エネルギーの算出に用いてる質量が 61.4、なので早秀の勝負服蹄鉄込みの体重は、61.4kg じゃないかって説があるな。姉貴を基準にして、他の馬娘の体重もある程度割り出せないかな？数学得意じゃないので、ブライアンの体重の計算は詳しい人お願いします。まず早秀があのタッパと3サイズと紙で、61は軽すぎるんじゃないか。早秀誰の頭が重いって。髪の毛でキロ単位の変動するの草。普通に背負ったりしてる描写あるからそんなに重くはないはず、鍛えてる分人耳よりは重いかもしれんが。案外馬ソウルパワーを起動すると、突然重くなるとかで可変するのかもしれない。実馬の体重と同じでは？名推理。体重が馬並みだとすると、LをリフトするLトレが化け物になる。馬娘は3サイズの時点で、現実の女性とはかけ離れた女の理想形、であることを教える。馬娘に限らず、創作物の女性キャラの3サイズなんていてしてそういうもんじゃない？でも太り気味かどうかの判別ついてるわけだから、トレーナーもわかってるのでは？さすがに自己申告ってわけじゃないだろうし。トレーナーは把握しているだろう、でも公式情報に載せることはないんじゃないか。まあ体重の評価って0かマイナスかしかないからな。公表しても大してメリットないな。まあ馬と同じパワーがあって、人間と同じ重さなのはしっくりこないし、仮にもアスリートだから、筋肉しっかりついてて体重ありそうだしで、体重を明確にするの面倒くさそうだから、あえてぼかしてた方がいろいろ楽なんじゃない？コンディションの推測材料とかになるんだから、普通に機密事項では？実馬の体重を10分の1ぐらいにすれば、なんか良い感じになるよ。おい、なんで、メロディーレインが、10歳児になってる？でもレースの度に前そうから、プラス 500g ですとか言われても反応に困るし。みんなウエスト細すぎ案件は。理想値ですんで、通過こう言っちゃなんだがそこはファンタジーってことで、あまりつつかん方がよかろう。作中3年も経てば、身体の寸法も変動するだろうけど、体重なんてその日じゃないやろ、太り気味って何キログラム増えとんねん。3サイズはアイドル路線中心の頃の名残、体重非公開は設定を後からいじっても、矛盾なくするためじゃない？馬娘 260cm 480kg とかを求めるユーザーの夢を、壊さないようにしているんだ。まあ体重知れたからどうなのって話でもあるしな。キャラクターの体重設定してない漫画とかも普通にあるし。体重はあってもいいけど、
3サイズ掲載の方が個人的にきつい。体重はそもそも変化しやすいものだしな。馬体重史実の10分の1説をしてる。競走馬の体重って大抵400、600の間ぐらいなんだから、そのまま実馬の10分の1でよくねとはなる。軽すぎても文句出るし、身長に対して標準的でも逆にアニメ漫画の華奢さに慣れすぎて、50キロ超えるとデブとかいうのもいるから難しいところ。リアルよりだと太りすぎと言われ、軽いと理想入りすぎた言われるし大変だ、でもぼかした方が夢が広がるね。スピード上がらなくなるレベルの太り気味なんてバスであるし、人耳と比べてめっちゃ食うし、アスリートがトレーニングしてて体重の上下激しいから、明確に設定してもあんまり意味ないんじゃないか。下手に現実感を出そうとすると、脳が3次元に引っ張られて萎えちゃったり、キャラを体重ネタでいじる人が出てきて、不快な思いしちゃったりするしな。パワー考えれば実馬と同じでいいでしょ、食事量も説得力出るし。シングレオグリとかどう見ても、一食20、30kg は食ってるもんな。おかしい、妙だぞ。明らかに奴の体積より食べた量の方が多い。みんな持ってる滝音シナリオでそこそこ話が出てるのに、身体組成が人間とは全く異なると思ってる人多いな。体重一緒なら行動制限の時速50になる前に、空気抵抗や接地摩擦で限界来ると思うし。シングレしか知らんに若だけど、体重が人並みだろうが馬並みだろうが、おかしい描写だらけだからしゃあない、ぶっちゃけ人並みならあのタイヤ陰剣士、というか馬でも無理かも。人間と体組成は変わらないから、馬娘の身体能力は馬ソウルによるもので、馬ソウルってなんだ?って研究を滝音がしてたのは覚えてる。ぶっちゃけ難しいよなこの辺。真面目に設定したら筋肉量とかそういうあれで、60kg 台後半とかでもおかしくないはずだけど、この手のキャラでそういう設定やるのってあんま見たことないし。体重超大幅増のひしあけぼのはごまかしをしない偉い子。自分が大きいことを誇りに思ってるからね、ほんと女神。パワーのことを思えば原作準拠の目方であるべきだが、一方でトレーナーとの絡みなど、作劇場で問題が生じる、お姫様抱っこなど必要な場面も、アロウマソウル化小活性化時のみ、質量が変化するものと仮定すれば、一応の解決になる、科学的なことは気にしてはいけない。身長と3サイズはイラストやグッズの参考にいるが、体重はマジで使わんからな。地面の沈み込みとかまで考慮するガチ勢は使うかもしれない、大体無視される程度のもんではあるが、実際馬娘が本物の馬と同じ程度の重さがあったとしたら、教室の床が大変なことになりそう、馬娘が30人程度いたら、10トン以上とか床面に負荷がかかっていることになる、走る時の地面への沈み込みもエグそう。鶴ちゃん走る気持ちがないんだったらレースになんて出てくるな、京都大賞典で鶴ちゃんに怒られた。スペちゃんがマイナス 16kg の減量で天皇賞秋に挑むんだ。それで復活の勝利をつかむから感動的なんだ。現役中最重馬体重 486kg のデブちゃん、スポーツ新聞にも重いとかペリエ談話で怠けている、とか、書かれてたしなうメインストーリーの鶴ちゃんのシリアスも、一期アニメでの腹出たギャグ描写も史実反映ではある。見た目基準の体重でも、元ネタ基準の体重でも、いろいろ言われるのが目に見えてる、余計な火種をわざわざ用意しなくていい。てか3サイズだって歩きながら焼きそばパクパクして、ドスコイしてる奴らもいるしな。人の10倍20倍を平らげる馬娘もいるから、体重はくっそ変動するだろうな。ただ、実馬と同じだとは思わんね。床や地面が偉いことになるからな。実際の体重は現実の女子と大差なく、馬ソウルの不思議パワーでめっちゃ力が増減する。ってのが落としどころだと思うね。力が物理的な体でなく、馬ソウルによるものとしたら、耳と尻尾の分が重くなるくらい?魂に重さはあるのか、という問題もあるけど。あの身長で体重だけ増えたら、密度が上がりすぎて水に浮かないから泳げなくなっちゃう。太り気味は専用にきっちり測って作られた勝負服を基準にしてるんじゃないかな。まあ3年間で身長も伸びるだろうから、その都度勝負服もリサイズしてるだろうけど。アスリートなのでレースごとに、または季節によって数キロくらいの差は出てくるので、具体的な数字に意味はない説。ちょっと話ずれるかもだが、最近のゲームは 3D モデルがあるから、
そっから体積算出して密度から体重推定できたりしないのだろうか。馬娘の場合は密度をどのくらいに置くかが問題なんだけど、他のゲームのキャラはある程度数字で背そう。勝負服ヒラヒラ系、特にタキオンとサトちゃんがデブになりそう。アニメ化するにあたって、キャラごとの身長と体型をかっちり決めなきゃいけないのが大変だったって、手塚治虫が言ってたな。3サイズはそのまま見れる情報だから、公表してもおかしくないっていう世界なんだよ多分、予想とかに必要なんだろうな。ネット競馬的なサイトにも各レースごとに記載されてるよ多分。明らかに人とは違う生き物だっていう事実が前に出すぎちゃうからだよ。おぐりなんか食べる前と後で何キロ変わるいう話やで、なあおぐりって聞いてへんのかい。おぐりが人間のアスリートの5倍は食ってるから、体重も5倍くらいでは。アイドルはサバ読み、アニメや漫画のヒロインは体重を曖昧な表現したり、書かなかったり多いからな。かのきちさんも、リンゴ3個分で具体的な数字じゃないし、馬娘自体あの世界観の中で競技者じゃなくて、正直アイドル扱いだしええやん。まあ人耳女の上位互換かつオカルトパワー持ちなんだから、ファンタジー体重でも押し通れるとは思うが。計算したら発泡スチロールぐらい軽かったウィングガンダムを思い出すな。プールの水が実は水銀だったとかじゃなきゃ、描写的に比重1前後でいいでしょ多分。ブルボンとボーノは70くらいありそう。体重って1日で簡単に増減するし、体が資本の馬娘だとそれが顕著そうなんだよな。身長と3サイズでなら妄想できるけど、体重言われても妄想はかどらんからなこれでいいんや。もうすでにウエストが突っ込み案件なので、この体重だとおかしいって言われちゃうわ今更なような気もするの。見てわかるなら毎回スペちゃん、呼び止められてんじゃ。ありえないとか文句を垂れるより、こうやってみんなで妄想する方が楽しい。まあある程度ナイトパワーに肉体が耐えきれなくて、スプラッタになっちゃうよ。サラブレッドって、ニュースとかで出てくる巨大ヒグマとかよりも、体重が重いんだよね。実際の競馬の馬は、レースごとに体重が変動しまくっているから、それに倣って、基準となる体重を設けてないだけだろう。ストーリーとかだってイベントで体重に影響あるのがいくらでもあるし。そもそも育ち盛りの学生、しかもアスリートなんて、3年間で大きく変動するだろうしね。成人だって季節どころか、体重を測る時間帯次第で1キロぐらい平気で増減するし。だってキングちゃんや上虚の幼い子以外、みんなサバ読むでしょ、明記されてたとしても何の価値もない。キングエッピナさん公表してないの、また騙したのね、待ちなさいセイウンスカイさん。まあもともとあってもなくてもあんま意味ない設定だし、元ネタの体重との関係があってややこしいから、公表してないんだろうな。何かよく設定されて公表されるけど、突っ込みどころになるばかりで、メリットないよね体重設定。実際の競馬みたいに金をかけるなら、公開する必要がある要素かもしれんが、馬娘の場合の客は単に応援してるだけだからな。むしろその子によって、非申告とか計測拒否とか個性出てて俺は好きだな。まあ年頃のレディーだからね、体重公開はちょっとね。またインディちゃんの記憶を消去しなきゃいけないな。やめるのだフェネック。早めに消せば人格への影響は少ないし。この世界の馬娘の地位が謎なのだに対するみんなの反応。走る以外何をしているのか不明なのだ。霊長の真の支配者になるのだ。割と普通に社会に溶け込んで働いてるみたいなのだ。全員美少女でパワーも人より上馬娘ってだけで勝ち組なのだ。馬娘世界だとコンビニの前の不良だろうが会社員だろうが国民全員馬娘のレースに固唾を飲んでるから明らかに影響力がすごいのだ。アニメだとみんな仕事中断してまでレース見てたのだ。この世界では金銭は欠けてないのだ。欠けてるのは夢や希望だけなのだ。ライブで稼いだお金はどこへ行ってるのだ。万栄馬娘とポニー馬娘がいるのかだけずっと気になってるのだ。なんだかウィンディちゃんの背後に宇宙が見えてきた気がするのだ。ウィンディちゃんいずれこの世界の真理に気づいてしまいそうだ。真実に気づいたウィンディシリーズ好き。生存競争で必要としなくなった機能は必然的に退化していくのだ。走る必要をなくした馬娘はもはや人娘も同然なのだ。ケモナー歓喜な設定なのだ。ウィンディちゃんひらめいたのだ。この世界女性アスリートの立ち位置とか厳しそうなのだ。格闘家の馬娘は作中にいたのだ。馬娘プロレスがあるらしいのだがどんな化け物がどんな戦いしてるのだ。
パワー1500くらいのぶつかり合いなのだ。小娘なんかより力強くて当然なのだ。この時代にネームド馬娘が集中しすぎじゃないのだ。もしかして同じ馬ソウルが周期的に宿るのだ。逆を言えば実装されない馬娘は過去か未来に生きてるのだ。昭和馬娘列伝なるものがあるから、きっと各時代にも名のある馬娘がいるはずなのだ。レイトショーで実録昭和馬娘列伝妙だな。ひょっとしたら馬息子も存在しているのかもしれないと考えると、いろいろはかどるのだ。いや、公式でいないって明言されてるし、馬息子がいないということで完全な別種として人社会から離れることはできないんだよな。馬娘のスペックを軽く見てる人耳代わりといるのが不思議なのだ。私でも勝てそう発言のモブ人から察するに、もしかしてあの世界、女ってそれだけで相当なパワーに恵まれてるのだ。リコちゃんを見ろ。キリュウインを見る。でも帝王が人族が実は弱いこと知る二次創作はご飯3杯いけると思います。帝王がなぜ人間の脆さを知らない設定なのだ？馬娘の力のセーブする教育は徹底されているはずだし、むしろ過去に感触を起こし流血沙汰でトラウマになってそうなのだ。馬娘は脳が走ることに最適化されているから、トレーナー含め頭脳労働全般が人の方が向いてるという点で差別化されてるのかもしれない。スペちゃんもふるさとじゃ周りに馬娘がいなかったから一人ぼっちだったし、差別はそれなりにある世界ってのはわかってる。スペちゃんが一人ぼっちだったのは同年代の子供すらいなかったからじゃなかったっけ。馬娘は物理的にも性格的にも本気で手を出せないとわかってるから、安全圏にいる気分で舐めた態度を取るやつも割といるだろうな。会長をはじめところどころで地位向上とか言ってるあたり、人間より地位が低いってことになりそうなんだが、作中そんな雰囲気がないからな。ルドルフが言ってたのは全ての馬娘の幸福のためってやつでしょ。地位の話じゃなかったはず。道路に専用レーンまで用意されとるし、いじめがあるっぽいのはある意味納得だけど、それだけじゃないよな。それでも馬娘大好き人間の方が圧倒的に多い時点で優しい世界だよ。うららが言われた絵付けが闇深いのだ。年上のアスリート相手に餌付けっていうのよっていう親は何なのだ。馬娘に対して食料を提供する形の求愛行動が通称餌付けと言われているのかもしれない。つまり馬娘の食事管理に甘いトレーナーが実家にさらわれるのもやむなし。普通に地位は一般人と同じじゃないの。活躍してる馬娘は人気だけど、そんなの人間にだって言えるし。個人的には馬娘が人間社会に溶け込みやすいよ。中学や就職とかの選択充実してて、その中でも一番本能に合わせて性質を支える体制が最も分厚いんじゃないかと想像してる。あの身体能力を持ちながら来年にあって社会からの地位が多くて読めないのだ。お前かかるだけじゃなくて真面目な考察もできたんだな。人より先に馬娘が誕生したのか、それとも人より後に馬娘が誕生したのか。残念ながら人から馬娘は生まれない。じゃあ最初の馬娘は誰から生まれたのだ？馬ソウルが人に宿って受胎するのではないのだ？馬ソウルが宿ることで馬娘が生まれるのなら、その馬娘が亡くなったら馬ソウルは回るのだ？馬という存在がいない世界に馬ソウルが流れ着く、果たしてこれは偶然なのだ？やめるのだ、この世界は設定ふわっふわって優しい世界なのだ。細かい部分まで詰めようとすると絶対闇が深いかめんどくさいことにしかならなそうだから、ご都合主義で回ってるってしとくのが一番なのだ。全ての問題は進行ウィンディちゃんで解決なのだ。本当に移籍した馬娘はレースに使われるのだ？に対するみんなの反応。ステータス要求値がいいで報酬が安くて、募集人数が多い特別移籍なのだ。これ本当に移籍した馬娘はレースに使われるのだ？レース以外にそれぞれに合った進路を紹介してくれるはずなのだ。あのトレーナーはいつも水着の馬娘ばっかり送り出しているし、別のトレーナーは武器を持った馬娘ばっかり送り出しているのだ。根性因子持ちばかり移籍するさせられるのだ。向こうでは楽しいこといっぱい手紙書くねって言ってた馬娘ちゃんたちが、移籍してもう1ヶ月以上経つのだ。移籍した娘たち皆が落ち着いていないみたいだし、行き先もわからないから気長に待つのだ。向こうでは元気にしていると良いのだ。地方競馬のトレーナーとかなのだ。多分中央の E が向こうの A ぐらいになるのだ。普段の移籍はもっと安いのだ。普段の移籍って、どこに行ってるのだ？移籍した馬娘たちで、多人数アイドルグループができてるのだ。シンボリルドルフが10人移籍してきたのだ。真面目な話、トレセンに入ってる時点で地方とはレベルが違うはずなのだ。そこでメイクデビューとはいえ1勝してたらいいといえど、地方に行っても強いはずなのだ。中央トレセンが化け物揃いなだけで、デビューできるだけでも地方では中の上なのだ。デビュー戦しか走ってないマックイーンが大量にいるのだ。この前のスピスタ星2のために作った大量のマヤが活躍したのだ。
コーチみたいなバックアップ役に回るのかと思ってるのだ。でもいいぐらいの実力でコーチになっても、説得力がないのだ。説得力はともかく、現役の頃の成績で指導力は測れないのだ。プロ野球とか特にそうなのだ。メンタルコーチとかはむしろ競技外だろうし、コーチにもいろいろあるだろうし、問題ないのだ。むしろうららセラピーに、春うららは引っ張りた子なのだ。カノープストレーナーの募集要項の様子が変なのだ。キリュウインが匿名で募集していたのを見てしまったのだ。きっと青春杯に出たかっただけなのだ。マックイーンが移籍していったのだ。じゃあ、ここにいるマックイーンは誰なのだ？世にも奇妙な物語はやめるのだ。サツキ賞でいい成績出したのに、急な路線変更で引退したタキオンが大量にいるのだ。やる気ダウンイベントの連鎖で、未だに一定数出てくるのだ。この顔見るたびにフフフってなる。しょっちゅう何かに気づきそうになってるウィンビちゃん好き。実家のような安心感。君のような勘のいい馬娘は嫌いだよ。そんなこと言ってもウィンディちゃんので解決に、君のピルサド棒は反応してるよ。下品だなぁ。スレチと思うが青春決勝のライブで踊ってるウィンディをまだの人はぜひ見てほしい。顔とスタイルの良さにビビる。精肉店とパイプがあるトレーナーさんかな？レンタル何もしない馬娘。交通費は都内なら請求しないが食事は必須。会計そちら持ちで。食事は必須あかん。オグレキャップだ。よろしく頼む。オグリを大量に移籍させて、各地に食料危機を発生させるトレーナー。オグリが食い尽くす世界で、俺だけが襲われない。無資格、未経験、学歴不問のアットホームな職場に移籍するのだ。福利厚生は休日のバーベキュー大会と、週一の社長を交えた食事会なのだ。この字来週。まんま友達の会社で草。平然と休みを削る素晴らしい会社。馬娘の引っ越し屋さんとかあったらリピーターになるわ。引っ越し屋、うちは一人の馬娘がスピーディーに運ぶので格安なんですわ。馬娘、運びやすいように折りたたみますわ。ふんぬーバキバキブシャー。シングレでも、地方で活躍して中央来たらボコられる馬娘が多い。的なこと言ってたし、地方に行けば戻れば、活躍できるはず。藤正マーチの元ネタのマーチ東証とかボコボコにされたからな。そういうの見ると、オグリや名声オペラが特殊だっただけなんだなって。特別遺跡嫁さん募集、概要、3の数字に縁のある馬娘。4連続3着の後に、3連続1着になった美保新山実装してほしい。3の数字に縁がある、CB 会長なりぶかな？マスク度3冠馬マスクなし、いい度胸してるじゃねえかっぷ。今月やけに足毛のやかましい馬娘が送られてくるが、トレセンで何かあったのかな？指示聞かないで勝手にいろいろやりだすし、大変だよ。しょうがねえなぁ、綺麗な方のゴルシを送ってやるよ。彼女たちがエキストラとして育成を支えてくれるおかげで、今日の学園があるのだ。早くウィンディちゃんを量産して出荷したいです。全国の消費者のために、オリジナルの入荷を取り急ぎお願いします。準備を一任しても大丈夫な馬娘を募集しています。暗殺以外なんでもできる馬娘なんていないのだ。後頭部にバーコードなんて嫌なのだ。フォッ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 口ずさみながら、華麗にキルしたりしたくないのだ。バーテンダーやコックの格好をしていれば、対象の目の前で毒を持っても大丈夫なのだ。そらもう運びよ、いくらステイでも馬娘である以上人間よりはるかに早いのだからな。G1 や G2 走って勝ってる奴らの大半がよくて B、ところどころ C や D のステータスだぞ。それ考えると多分F とか G が地方レースの主体で、そこなら E でも活躍の場があるから遺跡の依頼があるんじゃないか？実際の競馬も新馬戦、未勝利で勝てない馬が地方で走ってるしな。いつも思うけど、
特別遺跡で URA 買ったやつばっか送ってるから、ウマ娘界全体のインフレやばくなるよな。1年後には G さんですら A プラスレベルのやつらで固まってそう。マックイーンは失火よしょぼーん。そんなしょぼーん。嫌ですわ嫌ですわ、ヤマトを返してくれるまで動きませんわ。キュウリさん今回はいないのかな？今回は沖ノ鳥っぽい人がいた。パワプのサクセスのプロ編の、万年最下位球団のドラフト最下位みたいな感じじゃない？そこから育てるロマンはあるよね。深淵を覗くとき深淵、って何なのだ？すべてを説明しようとしても無理なのだよ。おそらくすべて理解しようとするのには、永劫の時が流れてしまうのだ。ウィンディちゃん、君が深淵を覗くとき君もまた深淵を覗いているのだよ。これは巧妙に偽装された新次郎構文。私たちが深淵を覗いているというのはですね、深淵を覗いているということなんです。最近すっかりウィンディが新井さんみたいな使われ方しとる。そろそろ不可抗ウィンディタブが欲しくならない？そろそろマーベラスも参戦しそう。このポジション本当だったらマヤだったんじゃないかな。マヤのは黙ってて、わかっちゃうから。マヤはわかるけど、余計なことは言わないから生き延びてるんだ。新興ウィンディちゃんシリーズ、一体どこまで続くのだ？すべての謎が解けたら、すべての謎って何なのだ？ウィンディちゃんがなかなか実装されないのはトレセンの闇に触れすぎたから説。嘘だろ、これがウィンディちゃんなのか、に対するみんなの反応。似てるのだ、ジェターク寮に所属する、パイロットか2年。後先考えない虚突猛進タイプ。パイロットとしてのグエルを尊敬している。田舎者に負けた先輩見限ってタヌキに懐くルートもあるのだ。アライグマ仲間なのだ。でもあれパイロットの腕というより兵器の力で圧倒したのだ。なんか決闘前にうだうだ言ってたけど。尊敬してたグエル負けちゃったねー。でも横レンボさんのハーレム要因なんでしょう？横レンボはひどいのだ。ギザ派で尻がでかいの？玉座は終わったのだ。横レンボの様子が変なのだ。ちょいちょい賑やかしやりつつ終盤の実戦パートで雑に殺されるのだ。フェルシーちゃん大人気なのだ。断線にも似たキャラがいたのだ。やっぱり終盤に死んだのだ。もう片方の取り巻きの子の方が好きなのだ。水星ウィンディちゃん。横レンボの様子がおかしいのだ。こういう雑に死にそうなサブキャラが本当に雑に死ぬのがガンダムなのだ。ここら辺容赦ねえのだ。CV 高田勇気っぽいデザインで実際に CV 高田勇気なキャラ。うざがき高田で当てはまるのウィンディちゃんくらいだろ。ぞい。この子とすっすいうこが混ざるのだ。よろしくっす。名称不明ですー。どっかで名前出てると思ってたのだ。パイロット出撃して華々しく散りたいのだ。早速馬娘に凝らされてなかった？多分ウィジンで戦闘終了後余裕だぜー。とか言った後謎の機体から不意打ちされて死ぬのだ。せめてモビルスーツに乗って死にたいのだ。転入生のモビルスーツがおかしいのだ。あいにくこれ以下のモビルスーツは持ち合わせていないのだ。馬絡みの声優が結構混じってる。まあ馬が手広く若手使ってるから結果的に被ってるだけだろうけど。お堅いのねー。ええー。横レンボさんから名前呼んでもらえるかも怪しいラインなのだ。なんなら死亡シーンが映るだけマシなこともあるのだ。大穴で横レンボさんの嫁枠を狙うのだ。足手まといなんだよ。惚れた女を危険な目に遭わせないためにあえて冷たい態度を取るやつなのだ。ヘリオスと激マグとインディの CV は少なくとも確認されている水星学園。今回女の子みんな可愛いのだ。人助けレズもチュチュミーだかなんだかも可愛いのだ。生き残ってイケメンの嫁枠もあるのだポワは。コクピットで最後にする顔なのだ。ガンドの様子が変なのだ。データ逆流。コクピット内の様子やセリフもなく撃墜されるシーンが映るだけで終わったりするのだ。横レンボさんに吹き出したあたりとか、
取り巻き揃ってパイロットとしては尊敬してても男としてはダサいと思ってそうなのだ。タヌキに寝返る子じゃなくてグエル君慰める子であってほしい。ユリカプもいいけどノマカプに飢えてる。戦いで見せ場作ったり人としてなかなか味わい深いイベントがあっても大事な局面であ。うわぁ。でさらっと死にがちなのだ。クラスでは小動物扱いされてそうなのだ。モブなんて戦場の悲惨さ演出用でしかないのだ。パイロットとしてという書き方が不安なのだ。主人公強すぎるしイノシシバーサスネズミあたりで勝敗気になる決闘してほしいのだ。噛みついてやるのだ。だって未来の嫁を調教してやるとか言って部屋破壊する男とか異性として憧れるところかけらもないのだ。オラオラ系はモテるのを知らないのだ。オラオラというには部屋破壊のやり方がみみっちいのだ。テレビであんまり派手にやったり女性に手を挙げると色々とうるさいのだ。なのでタヌキとダンスバトルしたのだ。笑いをこらえてるところが可愛すぎるのだ。3話と4話あたりの幕開でタヌキと侮ったパイロットか全員返り討ちにしてるかもしれないのだ。アストレイ隊みたいな最後になりそうなのだ。転生なのだ。ウィンディちゃんと CV 同じでダメだったのだ。偶然の一致で片付けられないほど似ているのだ。腕取れたりしても休ませてもらえなさそうな世界観なのだ。スレッタが負けたら退学、グエルが負けたらミオリネに謝る。ちゃんと謝れるのだ。ジェリドみたいな謝り方しないのだ。激マブさんからしたら1話の展開バッチグーらしいぞ。最初から取り巻きの女の子たちに笑われてるオラオラ系御曹司は新しいのだ。取り巻きに笑われる御曹司に取り巻きすらいない変人扱いの理事長の娘、いい感じなのだ。パイロットとしてのグエル様は慕ってるけど田舎の狸にボロ負けしたからどうなるか。パイロットして慕ってるやつばっかで狸にボロ負けした今どうなるんだろうと思わんでもない。鉄血くんくらい脇役に甘々な世界観にならないですかね。ぶっちゃけ御曹司のこれから次第で裏切っても信じてついていっても間違いだったら見る目なしの楽園が降ってくるのだ。全然似てなくて笑う。水星人も手下にしてやるのだ。あのお曹司はカスタム機と重武装で無双してただけな気がするのだ。決闘ごっこやってるうちは大丈夫だと思うのだ。何らかの拍子で実戦始まったら死亡ダービー一番人気もあり得るのだ。私のキャラ付けが変なのだ。1話で何喋ったか覚えてないのだ。激マブトロフィーちゃん煽ってたのだ。トロフィー女って事実上この世界で一番偉いやつの娘なのに SP はやる気ないし他の生徒からは舐められてるしおかしい世界なのだ。親からの扱いが全てなのだ。1話で一番セリフあった脇役だと思うのだ。偉い人の娘であって偉い人ではないのだ。財産すべて受け継ぐから偉くなくてもいくらか気にかけられそうなのに本当に扱いがひどいのだ。任せるのだ。野田なんて言ってないのだ。ガンドアームの様子がおかしいのだ。高校生と高校生。ちょっとかわいすぎる。デミトレーナーが良くない目で見てるのだ。デミトレーナーってそういう意味だったのか。噛みついちゃうのだ。のだ、相方の分け目きっちりちゃんの方が美人の系統で目立つのだ。声も同じなのだ。すぐにフェードアウトするんだろうな。フェードアウトするならまだいい方なのだ。戦闘で爆死しないことを祈るのだ。話の尺的に出番回ってくるかすら怪しいのだ。あのボンクラの操縦の腕を尊敬してるってとんだアマちゃん学園なのだ。社会に出たら笑われそうなのだ。あまりにも顔が売り二つなのだ。あの学園にはデジタルみたいなのはいないから大丈夫なのだ。グエル、助け、ドカーンは嫌なのだ。声が同じで顔も何か似てるのはすごい偶然なのだ。強い子の味方なんでしょ？タヌキの尻追っかけるようになりそう。マルゼンとヘリオスの様子が変なのだ。案外タヌキに懐くかもしれないのだ。物に媚びを売るのが戦場で生き抜くコツなのだ。餌付けしたいのだ。餌は何食べるのだ？とりあえず人参でもあげとけばいいのだ。それは馬の方なのだ。ダートの賞金が軒並み安いのはなんでなのだ？に対するみんなの反応。ダートの賞金が軒並み安いのはなんでなのだ？
儲けが少ないからなのだわはは。今度高くなるのだ。世界最高賞金額はダートレースなのだ。海外に行けばいいのだ。ドバイで勝てばどの日本の芝レースよりももらえるのだ。中央開催か地方開催かなのだ。フェブラリーステークスやチャンピオンズカップは中央開催だから1億超えてるのだわはは。サイゲステークスやって2億くらいポンと出してやればいいのだ。フェブラリーは G2 落ちして賞金下がる未来が見えるのだ。フェブラリーステークスはレートがやばいのだ。いつ降格してもおかしくないのだ。有馬やジャパンカップは今度賞金が上がって4億円になるのだ。サウジやドバイほどじゃないけど世界でもかなり上位なのだわはは。中央は芝だけやってればいいのだわはは。今の日本だとこんな感じなのだ。賞金額とレベルが見合わないのもあるけどまあ仕方ないのだわはは。ダート3冠はちょっと距離もレース上も似たり寄ったりすぎるとは思うのだ。どこの国もダートの3冠はそうなるのだ。ウィンディちゃんちょっと海外遠征しますねのだ。有力馬はまあドバイ行きますね、すると思うのだけどどうなのだ。ダート3冠、チャンピオンズカップ、サウジ、ドバイが王道ルートになるのだ。放牧したい場合はチャンピオンズカップをサボるのだわはは。海外からダート馬を招くためにも中央のダートレースは必要なのだ。いっそダート3000を作って国際 G1 にするのだ。賞金は見なかったことにするのだ。東京大賞典のだ。G1 って何なのだ？ G1 は国内全体で統一した格付けなのだ。中央の G1 とか G2 とかは国際的に通用する格付けなのだ。ダート事情は近年動きが激しすぎて一般論語るのにも困るのだなぁ。賞金が安い理由にダートは芝の二軍みたいな風潮も関係しているのだろうか？さすがに今はそんな風潮や言説はないと思いたい。チャンピオンズ C やフェブラリー S もレーティング的に G2 降格が冗談では済まない状態らしい。これからのダート路線は地方競馬を中心に番組を編成していくのかもしれない。路線整備して賞金上げれば徐々にレベル上がってくるやろ。ここ5年で G1 レースのレーティングトップ100に入ってるアメリカ以外のダート G1 レースは、毎年のドバイワールドカップ、2017の東京大賞典、2017年と2019年のチャンピオンズカップ、2021年のラテンアメリカ大賞の4つだけ。ドバイワールドカップも一時期 AW でやってたぐらいだからダートにこだわりがあるわけじゃない。世界的に見てもアメリカ以外は芝の二軍状態だぞ。結局どっちもは全体としてやっぱり難しいのでどっちかは二軍扱いになっちゃうってことよね。土俵が違うのに一軍とか二軍とか変な言い方してるから悪いんだ。法律上中央ではこれ以上のレースを開催できないのだ。地方が三冠レースを主催すると問題もあるにはあるけど地方の売り上げ上がったり地方のレベルが上がったりいいこともあるのだ。言うて日本のダートより賞金が高いところって産油国の一部のレースとダート中心のアメリカぐらいしかないのでは？というかダートに限らず日本よりレースの賞金高い国なんてごくごく一部の国だけじゃないの？他の国に比べて日本は未勝利ですら賞金めちゃくちゃ高い。だから海外の騎手は日本で騎手やりたいって人めちゃくちゃいるって聞く。上は中東、オーストラリアくらい、香港やアメリカの一部レースが同レベルでヨーロッパは凱旋門賞以外は大したことないもんねー。14戦14勝のクソ強フランケルでも総獲得賞金は5億とかだよね。騎手の生涯獲得賞金トップ10中8人が日本人だからね。それだけ日本の賞金水準は高い。生涯獲得賞金ランキング円じゃなくてドル換算。1勝あたりの賞金額の格差がやばいな。高いのもそうだけど支払いとかもしっかりしてて信用できるのも大きいらしいよ。むしろなぜ芝とダートがあるのだ？ JRA の本音は全部芝でやりたいのだ。でもいくら造園技術が進化しても毎週土日合計24レースに耐えれる芝は作れないのだ。地方の砂遊びは農閑なのだ。あの砂はダートといって砂遊びをするためのものじゃないんだ。ぶっちゃけ今もその厚さで言えば芝の方が断然上だから賞金上げにくいのだ。あと中央がガチでダート整備したら地方が割を食うのだ。アメリカでは芝よりダートと聞いたのだ。
ここは思い切って世界ダート3冠を日米ドバイでやるのはどうなのだ？アメリカ競馬は3冠馬にきっちり伝統があるから多分参加しないのだ。UAE ダービーが G1 にならないのもダートの本場のアメリカが自国のダービーを優先してメンツが集まらないところも大きいのだ。地方ダート行って中央芝行って海外芝行って中央ダート行けば賞金いっぱいなのだ。そんなやついないのだわはは。そんな変態いるわけないやろう。日本ダートと海外ダートはいろいろ違うのだ。海外ダートは割と最速王決定戦だからレベル高いし賞金も高いのだ。あと石油パワーは偉大なのだ。フェブラリーステークスのレートやばいってのはわかるけど、なくなったら困るわ。でも府中開催はやめてもいいと思う。芝スタートでダートに変わるコースはさ、芝の距離も平等じゃないし。むしろ芝中心の割にはダートの賞金も世界的に見たら高いし、地方 G1 も規模の割にようやっとる金額と言える。ダートの賞金上げるよりも芝の賞金上げた方が嬉しい人が多いからな。馬主の数も地方の方が多いわけだし、ダートの賞金というか地方の賞金が上がった方が嬉しい人の数は多いんじゃないか？単純にダート馬の需要が上がれば現状ダート馬の生産が中心の日高でも購買額が上がって景気が良くなるからね。全部芝にすると維持費がやばいしで JRA 的にはあんま力入れたくないだろうね。気候的にしゃあないんだけど砂使ってるからアメリカの馬来てくれないし。砂使ってるからじゃなくて、勝てる保証がないから。アメリカのダートも東海岸はほとんど砂、ケンタッキーみたいな土が例外。ダートの長距離レースはなんでないの？昔はいろいろあったよ、芝長距離以上のサバイバルになって馬への負担が大きすぎて廃れただけ。ダイオライト記念で我慢してくれ、2400なので一応長距離だ。ちなみにダイオライトとは国内で初の三冠馬になったセントライトのお父ちゃんである。ついでに白沖様の母父でもある、名手母馬だね。下手に中央がダート整備すると地方がヤバくなったりしないのだ？中央は芝のレースをバンバンやりたいし、地方はネット投票の浸透で売り上げバンバン上がってるからその心配は無用じゃないかな。需要なさそうだけどダートの超長距離レース3000メートル以上ができたら見てみたい。ジャパンダートダービーとかもらえるファン数少なすぎてびっくりする。ところでこの馬娘とかいうゲームで数十万人単位で取引されているファンとかいう存在は一体何なのだ。景品交換所に持っていくと交換してくれる予算点方式。なおファルコノはインフレしてるので他の娘より交換レート安いよ。まあコパも来るしアプリのダートの手こ入れはあると思うのだ。てかあってほしいのだ切実に。最近のダートは盛り上がってるからこれから地位が上がるのを期待してるのだ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。トレセン学園の月々の食費ってどれくらいかかってるのだ？に対するみんなの反応。トレセン学園の月々の食費ってどれくらいかかってるのだ？大量の食材を積んだトラックがたくさん来てたのだ。昨日も来てたのだ。一昨日も来てたのだ。計算しない方が精神衛生上いいのだ。米と人参は絶対別次元の生産量なのだ。きっと後輩のうちとかなくて、人参、米生産に振る稼働なのだ。日本に良いことなのだ。人参農家は老後の人気食なのだ。馬娘世界戦の人参農家は大富豪に違いないのだ。チリの指標も、第一次産業従事人口が先進国でも多い世界戦なのだ。夢破れた馬娘は経済活動をトレセンに管理され、養殖を得るためだけの畑仕事に従事するのだ。それどころか良質な人参は貨幣の代わりにさえなってそうなのだ。ギャンブル要素がオミットされてる時点で、お金のことは考えてはいけないのだ。当てるとパカプチもらえてそれを高値で買い取ってくれる業者がいたりしそうなのだ。トレセンは超単位で儲かってるから食費くらい大したことないのだ。
馬娘自体そこまで数多くないみたいな描写だし、現実でも年間600トンの食品ロスがあるからなんとかなる可能性はあるのだ。残飯を食わされてるのだ。食品ロスがないだけで残飯はないと思うのだ。媒体によって違うかもしれないけど、トレセンには2000超えの馬娘がいるのだ。多く見るか少なく見るかは人それぞれだと思うのだ。40人1クラスなら50クラスなのだ。中高一貫の6学年と考えれば1学年8クラスぐらいだし、大きめの学校ぐらいなのだ。トレセンに入ってない馬娘の方が無駄に食費がかかって辛そうなのだ。スペちゃんの実家が農業してんのは結構転職なのだ。畑の人参をつまみ食いする不届き者を成敗するために落とし穴を掘ったのだ。普段あんなにバクバク食べてるのに、ちょっと油断してケーキとか食べたら太り気味になるのが納得いかないのだ。あのケーキがアホみたいなカロリーの可能性もあるのだ。あの食欲は本格化の間だけだと信じたいのだ。生まれた時からあの調子だとエンゲル係数高すぎて一般家庭じゃ養しないきれないのだ。小栗は学費の方が食費よりはマシと母親に言われているのだ。小栗キャップやめるのだ。魚が絶滅しちゃうのだ。小栗一人なら耐えられたのに、スペがこんな食うのは誤算だったのだ。商店街の福引きでもらえる人参山盛りが食べきれるかどうかラインなのだ。人参農家になって馬娘ちゃんたちに美味しい人参をいっぱい届けるのだ。日本トレセンはまだいいとして、アメリカトレセンなんかどんだけ食費がかかってるのだ。多分レースやライブの収入の大部分は食費に充てられてるのだ。この世界の第一次産業はきっと規模が大きいのだ。理事長のポケットマネーには無限の可能性があるのだ。トレセン学園内で栽培もしているので、意外と大丈夫かもしれないのだ。歴史で読んだのだ。有名な戦国武将は敵武将に馬娘を贈呈し、両領攻めをしてたのだ。秀吉が鳥取城を攻めた時に、馬娘ばかり城内に追い込んだのは有名な話なのだ。人参一揆とか人参騒動とか歴史の教科書に載ってそう。妙に感が鋭いウィンディシリーズ好き。進行ウィンディは定期化しなければならない。解決しないと進行ウィンディで解決とならないのだ。それでもウィンディちゃんならで解決で解決してくれるはずなのだ。ウィンディで解決。ウィンディちゃんはケツに栄養がいってるのだ。月曜日のタワワなのだ。ウィンディちゃんはまだいいのだ。キタちゃんもグラスもでかいのだ、多分。昔の農家はとにかく量を作れるように品種改良を進めたに違いない。国が手厚くやってるんでしょ、適当。多分馬娘手当とか出てるんだろう、国とかから。トレセン学園の足毛入店を断り、足毛が通った後はペンペン草も生えないのだ。足毛は佐賀人だった？個人の出禁じゃなくて足毛全体？妙だな。けっぱり馬娘椅子がそっち行ったぞ。今度はダービー馬娘入店禁止になりそう。稲荷ワンダが、明日食べ放題のコース予約したいんだが、団体1名様予約入りました。風評被害なの、本当ですね、ひどいよー。当然、スイーツコーナーも足毛を断り、あんまりですわあんまりですわ。アルバイト、いえ、これは店からではなくトレセン学園からの要請なんです。耳と尻尾隠して、人娘として食べ放題とか行く馬娘いそう。生産量は大規模農業ほどではないけど、ある程度低コストで野菜は入手できそう。小栗イコールその他大勢の馬娘の食費。おそらくトレセン学園の食費 50% は小栗。49% はスペペペ、残り 1% がその他。馬娘全員が全員健単かというわけでもないしな。イヤパッド身の割合で見ても普通より多く食う子は多いけど。ゴルシに騙されるスイーツ投票好き。ニンニク少なめに優しさを感じる。もしもし、トレセン学園のトレーナーだが、いろんな名義を借りて出禁を回避しようとするパイセン好き。
なぜかそこに手綱さんがいてバレそう。馬娘と結婚するってなるとまずは食費のことを考えることから始まりそう。マヤノのイベントか忘れたけど、4月にファン数が足りない失敗パターンで、糖度 14% の人参が出てきてたな。待機の4月だった気がする。ライスの朝食メニューはアスリートなら、普通に食べるような量なんじゃないか。多分シンクロの選手でもあそこまで食わんと思うぞ。馬がいないってだけで歴史は相当変わるからな。産業周りは俺たちの世界とは全然違う歩みをしていると思う。馬がいないってことはどうやって進化して今に至ったのだろうか。その代わりに豚や牛が馬の代わりとして扱われてたのか。いるじゃないか、常人に近い知能と常人を遥かに凌駕するパワーを併せ持った労働力が。馬娘が昔から神聖な生き物として扱われていたんだし、奴隷的な扱いはないだろ。神聖な存在として食料生産に従事していただいていたんだろ。どうもやりがい搾取の匂いがするなう。多分地球の大きさがこの世界より2倍くらいでかいんだと思う。じゃなきゃのうち面積が。馬娘をレンタルしたトレーナーはマニーを支払い、レンタルされたトレーナーはサポートポイントを受け取る。マヤは買っちゃった。馬娘レンタルするときにマニーを支払ってるのに、代表馬娘をレンタルされたときはサークルポイントで、それもビビたるもの。その莫大な報酬の差額はどこに消えてるんだろう。馬娘が腹減って暴動を起こしたら手に負えないから死ぬ気で生産してると思われる。もちろん格安。いろんなところから寄付金が集まるだろう。スーパーアスリート美少女アイドルの集まりやで。食費に関してはリアルでも人気馬には山のように差し入れがあるから多分問題はない。ゴルシとかファンから今でも食いきれないくらいの量の食料が届くらしいからな。現実に比べてあの世界は農業や畜産業がもっと発展してるとかって可能性はあるよね。馬娘って存在が太古からいたわけだし。老後は人参農家とかいうアグネスデジタル、賢かった？みんな毎月いくらぐらい課金してるのだ？に対するみんなの反応。みんな毎月いくらぐらい課金してるのだ？最高でも3万くらいなのだ。基本デイリーパックでコツコツ貯めてるのだ。無課金のだ。サービス当初から今までで16万円も使ってしまったのだ。でも S 作れないのだ。課金してもまだウィンディちゃんなのは辛いのだ。ウィンディちゃんはウィンディちゃんだから、1万円のセットとかあの辺分しか使ってないのだ。しかって言ったけどよく考えると、合わせたら8万ぐらいいってる気がするのだ。課金してサポガチャを回すとは限らんのだ。キャラガチャばかり回してるかもしれないのだ。サポカはイベントで手に入るけど、育成キャラは手に入らないのだ。どちらのガチャを回すかは明白なのだ。ウィンディちゃんは馬箱とお得意しくらいなのだ。まあまあの額なのだ。ゲーム自体の課金はキャラで使った3万ぐらいだけど、馬箱とか買ってるから、ウィンディちゃんは良いお客さんとは思うのだ。キャラガチャメインだから、月3万ペースで、未だにウィンディちゃんも完成してないのだ。毎月1000円のあれとお得意し2回くらいと記憶してるのだ。お得意し天井と毎月1000円なのだ。ウィンディちゃんもそろそろターボなのだ。予選で9割勝っても、決勝で負けたらウィンディちゃんなのだ。100万円課金したウィンディちゃんもいるはずなのだ。ウィンディちゃんなのだ。トータルで見ると馬だけで100スペくらい課金してるのだ。最近は月3スペに抑えてるのだ。合計するのは禁止なのだ。趣味に1万ちょい月に使うくらい普通なのだ。すべての趣味合わせて3万月超えたらお賃金次第ではやりすぎなのだ。コツコツ貯めた DMM ポイントしか使ってないのだ。最初にご祝儀にお得意しかってから課金してないのだ。うまいこと DMM ポイント貯まったらゴルシーしか買うくらいで。ゴルシー氏だけで十分なのだ。馬箱だけ課金したのだ。理由は星雲スカイがないと、逃げを育てることができないからなのだ。毎月1万円が予算なのだ。それ以上は入れないのだ。一月1天井までと決めているのだ。毎月1天井とオアガチャ代で7万円の予算なのだ。ブルジュアなのだ。そんなに使ってるのになぜウィンディなのだ？お仕事忙しくて育成に時間取れないのだ。横からだけど、
キャラ課金ならサポが揃わないし、サポに1天井じゃ半端になると思うのだ。つまり毎月1キャラ天井、サポ3天井すればいいのだ。サポぶっ込むなら2天井分は用意しときたいのだ。お得意しとデイリーだけでも6万いったのだ。今年コンシューマーの動きが鈍くてよかったのだ。お得意し毎月復活したら3万円の無課金になってしまうのだ。お得意しとマンスリーパックしか課金してないのだ。課金も割引使っているのだ。お得意し全部買っちゃったけどこれいつ復活するのだ。おそらくクリスマスと正月なのだ。最低6万用意しとくと良いのだ。お正月か1周年だと思うのだ。最初の北ちゃんで課金していこうはレイなのだ。これ以上お金を使う気は起きないのだ。この前の北ちゃんで天井したのだ。確定だけにしてるのだ。北さんで石が溶けたのだ。デイリー以外は北さんと力飯の時に課金したのだ。石貯めてたのに天井に3回触ったのだ。北さん出た時に、白馬前のお得意し全部買って、あとは月パック課金しておはしくためにちょくちょく足して、だいたい5万円くらいもんなのだ。北さん頑張ったけど北さん以外何も強化できなかったのだ。北さんの副産物のエルちゃん、弱くはないと思うけど、あんまりパワー2枚使う機会ないのだ。こんなにがっつりハマるなら、最初の北さんの頃とかにもっと課金しとけばよかったのだ。原作に使ってる金額よりは安いのだ。競馬で稼いでるお金を突っ込んでるので実質無課金なのだ。競馬で勝てないのだ。回収率 70% だったのだ。競馬やらない方がいいのだ。儲けるために原作やるのはダメなのだ。マヤの人が馬券当てるの結構うまいぽいので、ちょっと追ってみることにするのだ。うまくいったらウィンディちゃんにも分けてほしいのだ。欲しかった子が初期に実装されたから、あとはサポカにぶち込める分案外強くはなれたのだ。ただキャラはオアガチャ。でしか回してない上に、季節衣装使わない縛りしてるから、オア3星3が季節衣装連チャンで、グエイなのだ。サポカは狙って引いてるけど、キャラはすべてオアガチャさんなのだ。とりあえずオハ回したいから6000円アルファなのだ。やる気ある月は石100回くらい割るから、2000円追加で課金してるのだ。冷静に考えるとおはガチャだけでも結構な出費になってるのだ。おはガチャ課金ってどうなのだ？お得意しのあまりで気晴らしに回すくらいがいいのだ。それとデイリー石が一番お得なのだ。おはガチャも一月続けたら1枚くらい SSR 出るのだ。それ以外は虚無なのだ。3万円までと決めているのだ。でも北さんとドーベルのせいで決壊したのだ。ウィンディちゃんのカードの様子が変なのだ。リボライスの召喚はやめるのだ。この課金は馬娘が続いていくためなのだ。仕方ないのだ。この馬券代は原作が続いていくためなのだ。仕方ないのだ。懐が常に寒いのだ。来年は抑えめにしようと思ってるけど、新馬娘が出ることが分かったのが嬉しいけど怖いのだ。万が一マスクがあるやらが来たら財布が空になるのだ。おはガチャで最高レア引けたらメモ帳にメモしてるのだ。最後に引けたのが、10月11日だったのだ。死にたいのだ。ガチャ引いても時間かけないと強くなれないのだ。どっちもできてるターボってもしかしてすごいのだ？廃人というやつなのだ。金と時間のパラメーターがマックスなのだ。今年のボーナスは大幅減額されたから予算厳しいのだ。世知辛いのだのだだ。数えてみると美課金のつもりが、サービス開始から3万くらい課金してたのだ。恐ろしいのだ。月割りしたら大したことないのだ。ピース毎日買っても間に余るのだ。覚醒やサポカ育ててないだけでしょ？鳥アフレに言われたから、応援ボーナス 16% の画面見せたのだ。ピースコツコツ買い始めたのだ。2年後くらいには全部交換できるかもしれないのだ。あまりに引きが悪すぎてサポポもマニーもただあまりなのだ。引きが強くてもマニーはそろそろ余ってくるのだ。結構前からムーンライト矢印ジュピターに切り替えてるけど、マニーが余ってサポポが不足してるのだ。馬4箱は課金に入るのだ？はいのだ。毎月のお得意しと馬4なのだ。ガチャさん SSR いくつも貫突してる人やべえのだ。そういえば馬4買ったの思い出したのだ。いつ届くのだ？12月のだ。優勝確定ガチャだけお金使ったのだ。
デイリーと確定ガチャだけなのだ。お正月に豪華な福袋を期待してるのだ。年始でお得パックが押し寄せてくるのが怖いのだ。つい手を出しちゃうからやめてほしいのだ。これはやりそうな気がすごいするのだ。出たら多分買ってしまうのだ。まんじゅう怖いのだ。年末に緑の恐竜が来てほしいのだ。でっていうのだ。生活費以外は課金のようなものなのだ。こうしてウィンディちゃんもターボになっていくのだ。少なすぎるのだに対するみんなの反応。レンタルいつになったら無制限になるのだ？ 3 回や5回じゃ少なすぎるのだ。なったらなったで時間がある時にまとめて育てればよいやで全然育てなくなるのは目に見えてるのだ。ウィンディちゃんは多くても1日3回しか育成しないけど、ウィンディちゃんは1日5回も育成してるのだ。レンタル回数が増えればそれだけ諦められるのだ。え？しないのだ？2日に1回最低石割るし土日とか5回以上石割るのだ。1日何時間馬娘やってるのだ？飲酒自前で用意できるならやる気の続く限り周回するのだ。8時間睡眠16時間育成なのだ。今日はスイープの調子が良くて一気をたくさんくれたのだ。いやこれ飲酒周回だから飲酒に出てこねえと意味がねえのだ。今更だけどスコーピオでは誰が強いのだ？スコーピオは終わったのだ。無課金だとゴルシライアンとあと一人適当でいいのだ。いれば耐震とかカフェが良さそうなのだ。間違えたのだ、サジタリウスだったのだ。ウィンディちゃんのはしたないレスを見ないでほしいのだ。グリパイセン10回ほどルムまで走らせたけど固有でなかったの1回だけだったのだ。回復スキルいくつつけてて種類は何なのだ？参考にしたいのだ。こんな感じでとりあえずつけてみたのだ。振り絞りは一応つけてみたけど基本37できっちり発動してたのだ。なるほど。初期回復スキルにコーナー回復で十分。あとはきちんと賢さを確保しないと宝の持ち腐れになってしまうわけなのだ。クリパイセンのサポカってスピ剣なのだ？スピパはマックスにしつつスタミナ900で賢さ600以上とか無理なのだ。クリパイセンは補正でバランス取ってるというか回復スキルいっぱい取るのにスタミナ補正15だから。そこはさすがに無双させなかったのだ。クリパイセンはアリマだけっぽいのだ、安心するのだ。クリパイセンの怖いところは、終盤前後に出る固有回復とかが実装された時にマジで化ける恐れがあることなのだ。クリパイ固有は軽症で強いタイプじゃなさそうだし、ウィンディちゃんはスルーなのだ。クリパイセンは強いってよりやべえやつなのだ。回復3つ積んで777で固有出されるだけで勝てる気がしないのだ。そしてこの構成自体はそれこそウィンディちゃんにもできちゃうのだ。それよりもウンスみたいな逃げという、客室そのものの勝率に影響するような継承して強い時にぶっ破するべきなのだ。なんかこう、ドーベルの時も今後のチャンミで悪いことする固有だから、取っとかないと後悔するもんって言われて今回のクリオグリも同じこと言われてるのだ。これインフレが続いて、毎回引き続けないと勝ち目なくなるのではないかのだ。クリビワはどうなのだ？通常のと違うのだ？クリアネキは通常が弱すぎて弱くなりようがないのだ。強いかはまだわからんのだ。アネキはどっちも空気になる予感しかしないのだ。ビワアネキは今のところ継承固有として優秀という評価っぽいのだ。こっちの方が大事なのだ、ポスト危険のやつなのだ。普段飲酒周回でバナナ先輩やってるからクリバナナ先輩欲しいのだ。今回も八方睨みは刺さるのだ？まあ、ウンスのアンスキほど凶悪ではないのだ。スタミナ補正のこの育成が全然わからないのだ。サポカはスピスタで飲酒をパワーに振ればいいのだ？まあ勝ち狙うならみんな持ってるゴルシとかでもワンチャンあるのだ。今までのチャンミ全てでワンチャンありそうなゴルシは何なのだ？衣装違いのキャラは大体どっちかが強くて片方が空気になってる感じなのだ。FA 服は強い言われてる割に姿を見ないという両方を取った結果になってるのだ。FA 服は強いには強いけど、
FA 服が強い場所は追い込みが強くて追い込みが強いってことは差しがなんか微妙な感じなのだ。FA 服はむしろ追い込みがいた方が固有出しやすいのだ。差しと追い込みの差別化がよくわからないのだ。代理ライスと同時実装は厳しすぎたのだ。みんなキャラを回す余力なんてなかったのだ。有馬は先行をグリザして AO で挑みたいのだ。あと一人悩むのだ。悩むくらいならゴルシは入れとけば多分間違いないのだ。史実有馬もまあなかなか活かした勝ち方してるのだ。というか有馬のドラマでその二人に並ぶのはなかなか大変なのだ。いつもの大神やライブラの黒まんじゅうと同じで強い人が強く育てられてるだけなやつなのだ。話聞く限り固有スキル発動に必要なスキルが多すぎて全く強そうに聞こえないのだ。実は複合固有と純加速固有がそれぞれ似たようなスパート1で出た時に、どういう違いが出るのかよくわかってないのだ。理論上はすごく強そうだけど、地固めのスキル3つにいつも四苦八苦してるウィンディちゃんには扱えなさそうなのだ。自前でいっぱい回復持ってくるから安心なのだ。直線回復がちょっと入れづらいかなって程度なのだ。青春杯でシナリオリンクあるキャラを育成キャラにした時って、上がってきたルブさんでもらえる以外の違いを実は知らないのだ。育成キャラはそれと優勝時にもらえる金スキルの分岐以外差はないのだ。サポート編成時は爆発や特訓にちょっとだけ補正ついたり、爆発時のスキルレベルが3になったりしてなかなかお得なのだ。単純に育成キャラがシナリオリンクだと人数圧縮されるから、チームランクが上がりやすくて育てやすいのだ。イベント SSR がかつてないほど練習性能弱いから少し周回辛そうなのだ。マベは因子周回性能が高いのでそこは気にならないのだ。レンタルマヤノが周回に最適すぎるから気にならないのだ。前より余裕というか前回のイベ期間が短すぎだったのだ。どうやらウィンディちゃんにはついていけそうにない空気感なのだ。とりあえずクリパイは次のガチャ更新前日まで剣に回るのだ。ちゃんみに勝ちたいけどそれよりも好きなキャラが引きたいのだ。わかったのだ。勝つの諦めてグレビーで無双するのだ。ウィンディちゃん賢いのだ。ガチ勢の様子が変なのだ。レンタル3回消費したので寝るのだ。自前の強強因子だけで延々と育成できるようになりたいのだ。自前で因子が用意できるといいけどつかないのだ。また使えないキャラだけが育成されたのだ。レンタル無制限になったら休日無限にやってしまうのだもん。5回も使うの廃人だけなのだ。ウィンディちゃんたち本当にウィンディちゃんなのだ。ウィンディちゃん廃してみればわかるのだ。ウィンディちゃん廃するのだ。調子は絶好調なのだ。正直なところ、クリパイセンはウィンディちゃん層こそ引いておくべきだと思うのだ。引かないのがウィンディちゃんなのだ。ウィンディちゃんは黙々とチムレ長距離の更新をするだけなのだ。ウィンディちゃんの楽しみは自分より格上の喉笛を食いちぎることなのだ。だからワンチャン爆発型は引いといた方がいいのだ。つまりクリパイセンは割のいい穴掘りみたいなものなのだ。ターボは青春一周20分もん、参ったもん。